専門的にことを学んでいくうちに、ことというのはさまざまな可能性を持った楽器なんじゃないのか、そう思うようになりました。定められた曲を繰り返し練習することももちろん大切なことですけれども、感動や思いをそのまま音楽として表現できたらどんなに楽しいだろうか、そう思って僕は即興演奏に取り組み始めました。琴を準備するとき、この楽器と一緒に音楽を作っていくんだ、そんな気持ちでいっぱいになります。演奏には熊島さんという職人さんが一から手作りをしてくれた琴を使っていきます。精魂込めて作られた琴は演奏者の思いと作り出す音、これを大変緻密につなげてくれている、そう感じます。熊島さんの琴には合図の霧が使われています。合図地方の寒暖差が密度の高い楽器に適した木材を生み出すんだそうです。日本の気候風土の恵みと職人さんの魂の生み出した楽器に命を吹き込むような演奏を志していきたい、そう思います。